全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは。ラッキーです。今回紹介するのはこちら、ガレラエカヒワークスさんの薪林刀です。薪割りに役立つくさびですね。今回はこちらを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げております。毎日上げているので役に立つようなことがきっとあります。まだチャンネル登録してない方、ぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まずデータからですね、素材は鉄でできています。長さ 185mm、18.5cm ですね。で、この画面のところは 15mm×15mm、1.5cm×2.5cm ですね。重さ 453g、ずっしり重たいです。でこちら、ガレラエカヒワークスさんとシークレットベースさんのコラボですね。で、使い方なんですけども、グローブと言います。で、割りたい薪の上にくさびを当てがって、ここを。で、斧との違いは、まず斧の方がパワーがあるので早くなります。ただ斧って危険ですし、力もいります。で、くさびのいいところは力がいらないんですよ。子供でも割れます。実際にガレラエカヒワークスさんは子供でも割れるようにこのくさびを開発しました。で、斧に関しては、小さいやつだと割るのが大変ですし、大きいやつだと、割れやすい代わりに荷物になります。その点、くさびはくさびとハンマーだけでいいので、荷物は少なくて済みます。であと斧って薪として売ってるような薪は簡単に割れるんですけど、丸太を斧で割るのって結構大変なんですよね。でもくさびだったら丸太であっても簡単に、丸太であっても端っこからですね、どんどん割っていけば丸太も割ることができます。なので斧もくさびも両方いいところがあるんですね。であとくさびのいいところは最後の割れ方ですよね。これが気持ちいいですね。いかがだったでしょうか。皆さんもですね、これもいいんですけども、ナイフのバトニングもいいんですけども、くさび、これもおすすめですので、ぜひガレラエカヒワークスさんのマキリン刀を使ってみてはいかがでしょうか。で、ガレラエカヒワークスさん、このマキリン刀以外にもいろんな形のくさび出していますので、もしよろしければ使ってみてください。では、今回の動画はこのチャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。